さあ、血が血を呼ぶ記念の対決になりそうであります。キラーカーン対長州力、時間無制限の一本勝負、デスマッチルール。まさにやるかやられるかの一騎打ち、食うか食われるかの戦いが始まろうとしております。さあ、まずはキラーカーンの入場だ。これだこれだ、キラーカーン。オンシラスのキラーカーンがやってまいりました。魂を悪魔に売り渡した男、キラーカーン。ご覧のようにブラック KKK、 この黒装束に身を包みました。キラーカーン、目だけがランランと輝いております。キラーカーン、全てを捨ててブラック KKK として連日長州を公式、黒い草を今夜も上げるのか。そしてまた今夜、長州は血の生贄にされてしまうんでありましょうか。黒ずきんに小沢、その小沢の素顔を隠し長州に迫ろうとしているわけであります。熱帯夜の日本列島をさらに蒸し暑くするか、このキラーカーンのファイト。ゆっくりとゆっくりと頬を進めてまいります。キラーカーン、現代が生んだゾンビとも言われております。キラーカーン、長州の肉をはみ血をするのか。キラーカーン、今リング内へ入ろうとしている。ゆっくり頬を詰めた、なんとも不気味なキラーカーンであります。リング内に上がるだけでなんとなく不穏な空気が漂います。今リング内であります。トーンの連動、この時間にパワーフルが鳴り響いて長州力の入場であります。巨大なアリーナが格闘技ドラマに振動しております。さあ、やってまいりました長州力。毎晩繰り返される公式、そしてついには金沢大会、自慢の挑発を切り取られるという屈辱を受けました長州力。もう我慢ができない長州の怒りは局面に達しております。さあ、一点を見つめて長州力やってきた。ジャパンプロの一国一城の主として絶対に負けられない一戦に今リングライダー、早速視察戦に入っています。新入社によりまして、日本テレビの中で番組提供協会より花束の贈呈でございます。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が贈られます。花束の投げ合いはありません。時間無制限の一本勝負、ノンタイトルのデスマッチルール。決着がつくかどうか、これがキラーカーンだ。まだ頭巾を取らない黒装束、しかし目はキラーカーン、長州力をじっと見ております。お選手の紹介、これがキラーカーンであります。狂気が宿った両目、かつてのともに鉄拳制裁を加えるか長州力。さあ、キラーカーン、まだ黒ずきんを取らない。自分がコールされ、そして相手がコールされてもまだずきんを取らない。今タイガー服部レフリーがこの公式用のロープをセコンドの高野に返そうというところでありますが、キラーカーン、これを外さない、脱げ脱げと言ってるんですが、まだ今マントに手をかけました。そしてあのゾンビと言われるキラーカーンの素顔がこれから見られるわけであります。横にはスーパーストロングマシン、さあ取った、ペイントがない、今夜はペイントがない。山田さん、これはどういうことでしょう。分からないですね。分からないですね。ちょっと聴衆にもおやっというおやという表情、色が伺いましたが、さあ今この公式用のロープを持っていけ、持っていけというんですか、堂々とやろうということですね。そうですね、持っていけ、黒装束とセコンドもいらないと。そうですね、セコンドにも帰れって言ってるんじゃないですか、はい、高野マシーンが両サイド脇を固めておりますが、今スーパーストロングマシ高野と俺たちの共闘はいつまでも続くんだと、今日のところはまず引き上げてくれ、握手をいたしました。今引き上げます。しかしまだ心配そうにリング内を見合っている高野とスーパーストロングマシンですが、今花道の方へ引き上げております。さあ試合が始まった。長州力とキラーカーンであります。時間無制限の一本勝負、デスマッチルールであります。両選手の表情どうですか。あのね、こういうデスマッチルールっていうとやはりね、はい、なんて言っても緊張しますよね。そうですよね、特にあの長州選手にとってはデスマッチというのは今まであまり経験がないんじゃないですか。そうです。ですからね、これは小田選手、つまりキラーカーンはですね、はい、アメリカで数々のデスマッチを経験していると、はい、いうことで、そういう面では精神的にね、
プレッシャーがかかっているのは逆に長州選手の方だろうと思いますよ。ちょっとしかしいつもの戦い模様と違うぞ。長州力とキラーカン両選手何を思って戦っているのか。エプロンサイドまずチョップを村板に張りました。長州力であります。とにかくフォール、ギブアップ、KO のいずれかによる完全決着ルール、反則、リングアウト、引き分けはなし、とことん両選手が戦うわけであります。バックを取ったキラーカン腕を取りに行く、これを返していく長州力であります。これまでの流れを見ますと、福岡大会インタータック戦で長州が公式刑に遭いまして不本意な V5、 そして金沢大会ご存知のように公式刑にされた後髪を刈り取られるという屈辱に遭いましたこの長州力であります。これはレスラーにとって山田さん最大の屈辱ですね。そうですね、はい、ルールでね、いわゆるヘアデスマッチなんかですから、仕方がないんですが、突然のことでしたからね。そうですよね。その髪を切ったのは紛れもないこのかつての盟友キラーカーンでありますが、あっと、もうかつての同じ釜の飯送ったとは思えないような打ち方、キックそしてエルボーであります。これに対しまして長州の怒りのボルテージも極限に達しているわけではありますが、キラーカーンが攻め込んでいく。馬場さん、このずっと見ていてキラーカーンがずっと押し気味に有利に試合を進めている、これは事実ですよね。そうですね、まあ、体力的にもね、はい、キャリアもありますからね、はい、あと長州がどういう風に攻めるかね。馬場さんにお伺いしたいのは、このデスマッチルールどういう戦いで決まったんですか。どっちからいらっしゃるんですか。戦いはね、長州はやっぱり髪の毛を切られたことが原因ですよね。あ、そうですか、はい、そしてこのキラーカーンがそれを受けるだったわけでありますが、長州はデスマッチルールそんな経験がありません。どう戦っていくんでしょうか。馬場さん、どう戦えばいいんですか。まあ、これは、ね、反則なしですからね、はい、ええ、じっくりでいいと思うんですがね。まあその辺デスマッチの経験からしてキラーカーンはそれなら俺の勝ちだ、その方が俺も暴れやすい、このように言っていましたキラーカーンでありますが、さあどうだ、なんだ、あ、キチンシンクですか。うん、そう、強烈、非常に今のキチンシンクはね、はい、当たり方がいいね。そしてストンピング攻撃、まあ山田さん、この精神的にもこの髪を切り取ったということですか、随分優位に立ってると思うんですがね。ただ逆にね、はい、長州選手にしてみれば復讐心を高める絶好のチャンスですね。そうですね、このまま放っておいてはキラーカーンの暴走はとどまるところを知れません。ますます暴れてしまうことになります。そしてまた軍団の長として示すがつきません。さあキラーカーンがストンピング攻撃、猛然と打ってきます。さあリング内に入ったのはキラーカーンであります。上がってこいという表情キラーカーンです。狂気が宿った両名、いや光を放っていますキラーカーン。その残忍な目でもう長州力を一ダース攻撃、ストンピング攻撃であります。この目です、尋常じゃないですね山田さん。狂気が宿るというか、はい、本当にすごい目ですね。なんか疲れたような感じですね。それは今までの戦いを見てもね、これだけのことをやるにはね、はい、それだけのいわゆる理由というのがあるわけですからね。長州よ、お前が負けたら頭を丸めるとも知らない、挑発しておりますこのキラーカーンです。そういう言葉を吐きましたキラーカン。さあそろそろこのラフ攻撃か、5分経過、非常に今シーズンこのチョーク攻撃を多用しますキラーカンであります。まあ長州はこのヤツの出方、おっとセカンドロープだ、ダブルニーがあるぞ、怖いぞ、おっと決まったのか、いや自爆だ、ちょっとね見えなかったんですけど形としては自爆みたいですね。キラーカンが両膝を抑えている。馬場さん今のはどう見ました。当たりましたか。いや当たってないでしょ。そうですね、あー右膝を押さえています。キラーカーン間一発のところでこの長州力が勝ったようであります。狙ってましたねキラーカーンの山田さん。いやーここでね、あの距離から行ったら成功したらね、そうですね、よかったんですが逆になってしまいましたね。安の出方、攻撃パターンは読めた、今度はこっちの逆襲だと試合前言っておりましたこの長州力。さあ場外戦、試合は荒れ模様。さあキラーカーン引きずり込んで、今度こそ正真正銘の鉄拳制裁をするか。白いリングシューズが踊っている長州力、全てはリング上で答えを出す、はっきりこの両国で決着をつける、このように言っていました。バーン
してサソリ、サソリがためだ、サソリへの執念だ、マシンと高野の動きはどうか、まだない、まだない、2人だけの決着か、サソリだ、しかしこれはカーン苦しいぞ、今入った、今ステップオーバー、今ステップオーバーであります。今日はロープもありません、公式用のロープもありません、セコンドもいません、クラーカーン苦しい、どうですか馬場さん、サソリの決まり具合、決まり具合、よく効いてますよ、効いてますね、効いてますけどもね、やっぱりちょっとロープの近くですよね、クラーカーン必死に、必死にロープへ逃げようというところ、なんとか今、ロープへたどり着きました。さあ、こうなると長州ペース、長州ペース、ペース逆転ですね、山田さん、うん、今サソリがかなり効いてたということでね、はい、動きがね鈍くなるでしょう。クラーカーの動きが止まるか、そこも追い打ちだ、長州力、さあ何を持っていくか、正面からさっきの返した三品攻撃、おっとな、おクラーカーが、あーやっぱりいった、モンゴリアンチョップ、モンゴリアンチョップ、ダブルチョップ3発で長州がカバンダを追加、長州がカバンダを追加、そしてさらにまたダブルチョップ、カーンも恐るべきスタミナだ、今なんか持っていたんじゃないですか、いや分からないですね、今右のサポーターに、ね、手をかけたんですがね、ちょっとよく見えませんでした、一瞬のモンゴリアンチョップで長州がひねりましたので、どうかなと思ったんですが、ま、試合を注目しましょう、試合を注目しましょう、さあ長州力だ、今度は直進攻撃、キラーカーンを捉えました、キラーカーンを捉えました、今のはきつい一発ですね、正面から打ち当てました、そして右側に大見えを切る、さあラリアットへの布石か、右腕をブンブン今振り回しました、長州力であります、さあリングサイド這い上がれないキラーカーン、首でこう押さえて、さあリング内に戻ってこいでいるか、いやそのまま鉄柱攻撃だ、またマットに進むキラーカーン、10年前海外遠征を皮切りに髪の毛をすり落として小沢からキラーカーンとしての道を歩みました、そしてついにはアンドレの足をへし折って、そして全米のトップを張り、今また素顔を隠して長州に迫っているわけであります。まあ今までちょっと連鎖、あーっと出血です、出血です、クラーカーン2発目の鉄柱攻撃でやられましたね、はい、それから今の長州力がアップレフリーを突き飛ばしましたね、前半冷静だった長州のこれはどういうことですか、不可解なデスマッチであります、時間無制限の一本勝負、さあ上がってこいという長州力だが額を割ってかなりの流血だ、キラーカーン朦朧とした表情、飛び込んでパンチ一戦、キラーカーン、いや長州力、上がってくるぞ、力リアット、もう力リアットというよりはこの傷口へパンチ、そう申し上げた方がよろしいでしょう、肘打ちですね、今のね、肘打ちでしたか、滝のようにこの血が流れております、ちょっとこれは試合続行不可能じゃないですか、早村さん、いやいやまだ分からないですよ、これはねレフリーにチェックさせた方がいいんですよね、はい、まだまだ本人やる気があれば、はい、デスマッチですからね、何度もキラーカーン上がってこようとはしています、さあなんだ、髪を切られたお返しはなんだ、長州力徹底的にリングの中へ入れさせません、今10分が経過しようとしています、この時間無制限の一本勝負、序盤戦は力と力の戦い、そして画面下に荒れてまいりました、今度はストンピング攻撃だ、この2人は過去一度戦って長州の一勝、まあ人の嘘がこのファイトに出てしまったわけでありますが、キラーカーン、そういった数字は全く参考になりません、何しろ今日はデスマッチ、まあ馬場さん、このアメリカでもこのキラーカーンはこういった調べたのは何回もくぐり抜けてるんでしょう、そうですね、はい、ですからまあこのぐらいはまだ大丈夫だと思いますがね、これやっぱり反撃に変わらなきゃいけないですよ ね、 そうですね、今のところキラーカーンなすべがありませんが、しかしスタミナを誇りますキラーカーン、どこで何が飛び出すか分かりません、長州力追い打ちをかける、しかし足元はフラフラなキラーカーン、さあ長州力ダメ押しは何か、フォールかギブアップか KO のいずれかによる完全決着ルール、まだしかしカーンの目は長州を見ているぞ、さあなんとかこの長州力の腰にぶら下がってでも反撃を加えようというキラーカーンですが、さあついに決着をつける時が来たのか、さあついに決着をつけるのか、さあロープだ、ハンドウィッグ、
った平川満を持して打った。驚きました山田さん。狙ってましたね。狙ってましたね。あれだけね、はい、流血して朦朧とするように見えても、はい、やっぱり執念ですよ。そうですね、力があるのだから先生堂々と戦ってほしい。キラーカン師匠、そしてその主義をファンに納得させてもらいたいと思います。キラーカン、さあ調子コール、調子コール。しかしかなり足にダメージを負っているようだ。さあダブルニーがあるぞ、ダブルニーがあるぞ。キラーカーン、うわーかかりか、最後の最後で出した。またまた形成逆転か。長州力苦しい、苦しげな汗が流れている。そして先に上が立ち上がるのはキラーカーンだ、先に立ち上がるのはキラーカーンだ。さあ長州力10カウントを聞いてしまうのか。おっとおっと、セカンドロープ、そしてトップロープに登ろうというのか。これを食ったら万事休すだ、これを食ったら万事休すだ。鶴田天領にもできなかったことをこのキラーカーンがやるか。長州城を決めるか。完璧当たった。恐ろしいダブルニードロップ、キラーカーンが蘇った。白い肉が蘇ったキラーカーン、戦うモンゴリアンが蘇りました。立派です。山田さん、これは立派です。すごい執念ですね。すごい執念です。おーい、かぶさった。カウント、どうだどうだどうだ、カウントどうだ、入ってない、カウント入ってない、カウント入ってない。キラーカーン悔しい。もう一発いくか。もう勝ち名乗りをキラーカーンは右手を上げていますが、まだカウントは 2.5、 カウントは 2.5。 レフリーに食ってかかるな、レフリーに食ってかかるな。キラーカーンどうした、ふらついて場外だ、ふらついて場外だ。やはり山田さん、かなりダメージがあるんですね。そうですね、お客さんにスリーカウントアピールしています。はい、足に来てるような、ね、動きですね。意識は朦朧。馬場さん、ちょっとカーンの心理状態、そして肉体の状態、ちょっと分析してください。いや、まあ、自分のね、金技の、はい、ロープからのニードロップがね、決まってですね、カウントに行って長州も確かに右肩は上がってましたね。はい、そうでしたね。しかしマシーンは出てこない、高野も出てこない。これでいいんです、これが勝負です。2人だけでとことんやらせてあげたいと思います。もう一度行け、キラーカン、もう一度あのすごいニードラップを見せろ。さあ今度は背中から首筋に行った。今度はスリーカウントか。長州大の字、長州大の字、苦しげな汗が流れている。カウント、これも 2.5。 惜しい、惜しい。山田さん、どうしてみましょう。いや、もうこれはね、攻撃を続けるしかね、ないと思いますよ。完全にまだピンホール行ってませんからね。はい、生き残るためにはこの長州が通しかない。砂も幅間も全てをアメリカに置いて、そして日本で生き残る道を選びましたキラーカーン。思えばあのロードウォーリアーズからカーンを守ろうとした長州の友情、そしてそれを振り切って己の神殿を貫いたカーンの生き様、リング上で交錯しております。今度は超攻撃、超攻撃。もう一発あのダブルニーを受ける力余ってますかね、山田さん。いや、わからないですね。長州選手もね、だいぶ反撃の体勢ですからね。そうですね。さあ15分が勝負経過してまいりましたが、ここへ来て超攻撃だ。その相手は使うなよ、キラーカーン。あ、今チラッとね、細いロープみたいなもの見えますよ。あ、本当だ、これはタグロープか。さっき場外に落ちた時に馬場さん拾ったんですかね。いつの間に持ったんですか。用意してたんでしょう。ああ、そうですか。あんなのが落ちてるわけないんですね。そうですよね。ああ、なるほど。2段3段に構えておりましたキラーカン。さあバックドロップで精細だ長州力。ここから長州力の猛反撃が始まりそうでありますが、長州のこれが限界か。維新魂は死んだか。維新魂はどうした。今立ち上がった、足を踏ん張った、足を踏ん張った。もう一発だ、もう一発だ。バックドロップの2連発であります。火の出るような反撃だ長州力。怒りが全身から逃げのように立ち上っている長州力。今度はリキラリアットか。さあプロレスは、プロレスは、プロレスは、プロレスは気迫だ。いった、これが俺のプロレスだ。凄まじいプロレス。スリーカー
ち上がりました長州、最後はリキラリアットカウント3。さあカウント3は入っていますが、長州力もう一発打とうというんでしょうか。今レフリーね、カウント2の合図じゃないですか。カウント2ですか。とりあえず実況を進めましょう。カウントどうだ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 、今度は入りましたね、今度は入りましたね、これは入りましたね、はい、馬場さん、さっきの採点ちょっと聞きましょう。カウント2だったんですか。今はもう3ですね。今3ですね、完全にこれで決着をつけました。長州力であります、力パワー健在、それを最後の最後にして見せつけました。この長州の表情、凄まじい一戦でした。矢原さん、また見てください。あれだけねダブルニードロップを食って、はい、もう本当に地獄の底に落ちたかと思った、あの長州選手がね、はい、最後に自分の一番の得意技、これを2発パーフェクトに決めて倒した、はい、これやっぱり立派ですね。まあ馬場さん、まあ、途中この反則攻撃もありましたが、このキラーカン何か言ってやってください。いや、まあデスマッチですからね、はい、カンのファイトは非常に良かったと思うんですよね、でももう少しあの徹底的に攻めたらチャンスはあったんじゃないかと思うんですがね、はい、よく頑張りましたキラーカンであります。長州力、キラーカーに決戦制裁をしてのけました。まあ、これだけの試合をしたんですから、山田さん、次期シリーズまたこれちょっと見たいですね。そうですね、はい、